アマドゥマ・ハタール・ムボンアマドゥマ・ハタール・ムボンはセネガル・ダカール出身の教育者。1974年から1987年にかけて国際連合教育科学文化機関の第6代事務局長を務めた。第二次世界大戦では自由フランス軍に所属して北アフリカ戦線で従軍した。1947年にパリのソルボンヌ大学に入学。 1951年に卒業し地理学の学士を取得した。1953年からユネスコの職員となり、1957年には故郷のセネガルに帰った。1958年から1960年にかけてセネガルの独立に尽力した。1966年からユネスコに復帰、1974年にはアフリカ人として、 初めてユネスコの事務局長となり、2期13年間、務めた。事務局長としては、新世界情報秩序を標榜し、欧米文化の情報帝国主義を打破しようと、行動した。その姿勢は、当時のソビエト連邦などの東側諸国及び、第三世界の非同盟諸国の支持を得たが、ジャーナリストに認可制を導入し、報道の自由を制限するものだとする。 西側先進国との政治対立を生み、アメリカ、イギリス、シンガポールがユネスコを脱退するという結末を招いてしまった。また、無謀は、ユネスコの人事に縁行を持ち込んだり、予算の肥大化による法満財政を放置するなどしたために、最終的には、ユネスコの存続を危うくした責任を問われる形で、辞任に追い込まれることになった。なお、無謀が目指した。 新世界上放置序は本来、欧米の大手通信社に世界の報道がほぼ河川されている状況を打破するためのものであったが、21世紀においてもほぼそのままであると言える。ありがとうございます。